おはようございます。京都女性漢方相談の松宮局管理薬代表目垣真由美です。花粉症のメカニズムについてお話しします。こちらの,あのパンフレット通りに読んでみます。花粉が侵入すると抗体が産生します。次に、再び侵入すると抗体と反応が起こります。そして、抗体と結合しているマスト細胞により、 アレルギー、誘発物質、ヒスタミンが放出され、諸症状が発症します。ちょっとこのパンフレットだけだととても難しいので、少しあの優しく解説すると、花粉が体の中に入るっていうのは、目にくっついたり鼻から吸い込んだりすると、抗体、IgE とも言います。これが作られます。そして、再び侵入っていうのは、 一度花粉を、例えば去年吸っている人が、えっと、その時には花粉症が発症しなくても、次の年から突然花粉症が発症する方っていうのは、それまでに一度体内に入って抗体が作られていると思ってもらったらいいです。なので、再び侵入するとっていうのは、えっと、次の年の、例えば杉花粉の時には、突然発症するっていうイメージです。その時に、 抗体と反応が起こりますって書いてあるんですが、この抗体がマスト細胞、肥満細胞とも言いますが、ここにくっつくことで反応が起こるという意味です。この話ちょっと難しいので、今日はここで終わります。えっと次、またその4っていうところでお話ししたいと思います。動画の右下の逆三角形のボタンを押してもらうと、今までの 花粉症についてのメカニズムのお話、その1、その2、その3と続きますので、ぜひ見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。